水前寺駅は、熊本県熊本市中央区水前寺一丁目にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。乗車人員では、県内で、熊本駅、新水前寺駅に次いで3番目に多い。戦時中は、現在の県群に、三菱重工業の工場、熊本航空機製作所が立地し、後地に、戦後しばらくの間、 国鉄小倉工場熊本分工場が設置され、当駅より引っ込め線が存在した。現在は陸上自衛隊が駐屯している、島式ホーム一面二線を有する地上駅。下り方には五両編成まで留置可能な留置線が設けられている。もともとは駅舎側に単式ホーム一面と現在使用している、島式ホーム一面の計二面三線だった。 JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。駅舎には美容室などの商業施設、3階以上にはマンションを併設している。改札口や緑の窓口は2階にある。2012年12月1日より守護課が利用可能となったが、当駅に自動改札機の設置は行われず、IC の読み取り機のみ設置している。 2019年度の1日平均乗車人員は3466人である。各年度の乗車人員は下表の通り。2016年度からは JR 九州のサイト、2015年度までは熊本市統計所各年度版に基づく。なお、少数点以下は死者誤入処理を行っている。基本的には高層マンションなども立ち並ぶ住宅街であるが、 北口側は高等学校や大学、劇場などが集中し、文京地区となっている。その他、合計8店舗。かつては、緑薬品や、イオンバイクが出店していた。南口側北口側南口側に、水前寺駅前、北口側に熊高正門前と、水前寺駅北口のバス停がある。双方とも、熊本都市バスが運行している。 水前寺駅北口バス停は2008年4月に新設された。ありがとうございます。